はい、どうもバーモログフィールドチャンネルのバーモでございます。今日はですね、バーモの温泉レポートということで山梨県に来ております。ちょっとだんだん暗くなってきちゃったんでね、着く前にちょっとトークをしとこうかなと思いますが、今日はですね、国道20号沿いにあるですね、道の駅白州の裏側にある、貝駒ヶ岳のふもとにあるですね、ベルガという宿泊施設の日帰り入浴施設、おじろの湯でございます。ここはですね、すっごいしょっぱい温泉なんですよ。海がないのにね、すっごいしょっぱい温泉。これ多分あの南アルプスは隆起した山なので、その地形がね、関係してしょっぱい温泉が出てるんだと思うんですけど、めちゃくちゃ高調性のですね、もう素晴らしいお湯が出ております。しょっぱいお湯といえばですね、その近くにも、あるんですけど、今ちょっと名前忘れちゃったの、なんだっけ、思い出せる人、ムカワの湯、そう、正解、正解って、もう忘れてたくせに。ムカワの湯もしょっぱいんだけど、ムカワの湯は透明なんですよ。で、おじろの湯は茶色いの。だからね、まあ、おじろの湯もムカワの湯も両方入ってもらいたいんですけど、まあ、どっちか迷ったらおじろの湯に行ってくださいということで、温泉レポートやってみたいと思います。ここはですね、RV パークじゃないんだけど、車旅のあれでね、駐車場で確か車中泊もできたはずですので、キャンピングカーの人にもね、おすすめです。大きい車でも大丈夫です。ということで行ってみましょう。もうすぐ国道20号に出ます。ね、山は見えないけどね、今日ちょっと雄大な感じが伝わるでしょうか。米がいっぱい取れそうですよ、向かう前ね。これから稲刈りって感じで、すごい綺麗な、色になってますけど、あれが国道20号です。なかなかこの道はね、通らないと思いますね、皆さんね。はい、この辺りはですね、日本酒で有名な七軒酒蔵があったりとかですね、白州の道の駅の先にはサントリーのウイスキー工場と天然水工場がありますんでね、もう水はとてつもなく美味しい場所なんですね。だけど温泉はしょっぱいのが出ると。ここ右曲がると七軒、もうすぐ白州の道の駅です。まっすぐ行けばね、諏訪に行くんで、まあ諏訪の温泉もこんな話をしてると入りたくなっちゃうんですが、今日はおじろの湯行きます。さあ、道の駅白州のところをちょうど左に入ってきます。道の駅白州もですね、 RV パークやっておりますが、大きいトレーラーとかはちょっとどうかなっていう場所ですね。多分あんまり言っちゃあるけど流行ってないかなと思います。あれでも白州エブリ、エブリって復活したの、あのスーパーって、エブリって昔からエブリだけどね、エブリじゃなくなったよね一回。はい、ここが道の駅白州。お水が汲めます、ここね、天然水が汲めます。それをスルーしてまっすぐ行きます。ここはワイナリーもありますよ。ワイナリーなんだっけ、ここシャルマンか、シャルマンワイナリー、いいとこでしょう。真正面は貝駒ヶ岳、もう霧がねかかってるけど、露天風呂からも貝駒ヶ岳見えるんでね、明るい時に来て、午前中だな、この時期だったら、あ、冬になればね、ずっと見えてます。白州の道の駅から2キロぐらいかな。伝わるかなカメラで、この雄大な景色、これ最高だよね。あの先にあります、なんか水墨画のような感じで、よし、これね、温泉行く
人は真正面行っても入れるんですけど、温泉行く人はお城の森キャンプ場っていう方から入ってください。こっちから入った方がいいです。でも矢印向こうになってるね。もうそこが入り口なんだよ。見えるかな。着きました。ベルがお城の湯、ベルがっていう字が大きくてさ、お城の湯っていうのが小さいからさ、ここ最初ね温泉なんだか何なんだかと思ってなかなか来なかったんだよね。だいぶこっち通ってるんですけど、畑でここのね公園がなんかちっちゃい子が登ってる。ここの公園すげえな、あの子ちっちゃい子。この公園はね楽しいですよ。水が流れてて子供たちおすすめで、この駐車場が車中泊できる駐車場、あの温泉のところで受付だと思うんで、まあ電源とかないですけどね。夜は真っ暗になりますから、この街灯消えますから。ここはね水が流れて夏はいいんですよ。ここね水遊びができる。でここはね子供がいないと泊まれないキャンプ場だったっけな、なんかコテージかなんかそういうのがいっぱいあって、確かねお子さん子連れ家族じゃなきゃダメだし、グループキャンプもダメとかいうちょっと不思議なレギュレーションの、まあ我々にとってはいいんだけどね、そういうとこです。着きました。駐車場いっぱいかな。ここはですね、あのキャンピングトレーラー乗りだったらみんな知ってる山並みの湯と同じ会社が経営してるんでポイントカードが共通です。山並みの湯来たことある人はお城の湯来たらですね、ポイントカードを持ってきてください。ママ鉄分、行くぞ。鉄分ある。お城の湯、はい、ということで入りました。ここはですね蒸発残留物が28万ミリグラムなので28グラム入ってるってことですよね。これすごい超高調性で、あの体の水分奪われちゃう系なんで、あの体の塩分濃度の外の方が高いっていうことなんで、水分奪われちゃう系なんで、あの注意して入る必要がありますが、やっぱり最高でした。露天風呂は源泉だし、内湯は1対9で、あのお湯を薄めてあるしね、理想的な使い方をしてます。ここは素晴らしい。ちょっと飲み物飲みます。喉めっちゃ乾く。あ、今度あえてさ、あえてさ、あえていいよ。本日はこちらの湯をご用意いただきまして誠に。いやいい湯だった。あれ雨？本当だ。大城の湯最高です。皆さんぜひ来てください。雨が降ってきた。あの湯をもね、ぬるいんで、特に源泉のところはぬるいんでね、子供でも入れますが、校長制なんで後でフラフラするんで本当注意してください。長いは禁物です。ということでバムの温泉レポートでございました。暗いね暗いけどしょうがないよね。いつもはねキャンピングトレーラーの旅動画を上げながら、いろんなアウトドアにまつわるお話をしながらですね温泉レポートもしておりますので、もしよろしければですね次の動画も、楽しみにしていただけるためにチャンネル登録してください。それではまた。メンバーシップもやってます。